はい、こんにちは、ブルーフォースです。本日もビヨンドやっていきましょう。多分最後になると思います。次回からね、前も宣言した通りバイオ RE 推理をやりながらお悩み相談、ね、私たちの世界は森や湖や山や川が広がる一つの世界に囲まれている。静かに耳を澄ませばささやきが聞こえる。天国でも地獄でも神でも悪魔でもない。死んだ後に私たちが存在し続ける場所。もうずっとさまよい続けているけれど、まだほんの一部しか目にしていない。そこにいるけれどいない存在。無に溶け込みながら全ての存在になる。別の魂と重なり合うこともあれば、どんな人よりも孤独になることもできる。意志さえあれば不可能なことなどない世界。うん、あーで今でも世界を見守っている。一応愛する人を見守って、インフラワールドっていうか魂になって、私がここにいることをライアンを伝えたい。うん、そうだよね、見守ってるっていう存在なんだね。もう一度だけこの腕に抱きしめて、魂抜けてる感じがするけど、会いたいと伝えたい。でも近くにいるだけで満足しよう。ジョディは満足、見えない、ライアンから見えないか、透明な存在、消えゆく記憶のかけらとして。過去も未来もすべて理解している。そしてすべての可能性も、闇が迫っている。もう少しここにいなければ、私がやらなければ、あの世に何が待ち受けているか確かめる。その前に、その前に何食べ？これは誰や？うん、ルテルテル、めっちゃ F、めっちゃボンド流れてるけど、ゴールデンセブン。あ、これあれか！ああ、わかったわかった、ホームレスの時だ。ずっと宙を見つめることがある。通り過ぎていく映像。はい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 。ゾーイめっちゃでかくなってんじゃん。へぇ。消えないテレビのように流れる。え、もしかしてジョディがゾーイに憑依した？理由は分からないけれど、エイデンっぽく、エイデンみたいになった。でもこれだけは知っている。ライフラインにつなぐ。これは現実に起こったこと。一人の時、うん、頭の中で声が聞こえる。へー、お母さん同様美人に育ってますね。何かを教えようとする。女の子だってね、確かに。たまに目を閉じると空を飛べるような、そんな気がしてくる。あれ、ちょっと待って、これあれ、ちょっと待って、人を包むオーラが見えるし。あ、違うか。部屋を出ずに遠くの場所を、影分身の術、見ることだってできる。え、幽体離脱できるの？エイデンみたいな感じだって。あの人は秘密にしろって。自分でできるってこと。でもとても怖い。あの人、どの人？寝てる。特に夜、一人ぼっちの時は、暗闇で何かが動いているから。あれ、どうも成長してない？気のせい？ささやきが聞こえるから。ベッド狭。何でもないって言うけど、音は消えると言うけれど、でもその正体は教えてくれないし。全然違うエピローグ辿ってるね。面白い。聞くのが怖い、うん、よく同じ夢を見る。とてもリアルな夢。ああ、音、あ、夢だけど夢じゃない、光、現実になってる。本当は夢じゃないって分かってる。やっぱり現実になる。まるでエコー、未来に起こることのエコー。未来に起こることのエコー。準備しよう。あまり時間がない。あー、分かっていることは一つだけ、私は一人じゃないってこと。そうだね、いつでもジョディが近くにいるよ。はい、ありがとうございました。今度こそビヨン。
終了というところです。はい、多分ね前回のヘビーレインよりはパート数的には短いかと思うんですけれども、まあ、結構ね長いパートが多かったんで、まあ、区切ってこうやりながらね、やっていきましたから、トータル時間的にはそんなに変わらないんじゃないかなというふうに思います。本当にね最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。まさかねジョディが死んだことによってゾーイの成長した姿を見ることができると思ってなかったんで、ね、最後に、ね、あのホームレスの4人組なんか一緒に仲良くねあのゴールデンアイを見てたのがすごいちょっとなんか心がほっこりしたという感じがしたんですが、うん、ということでね、まあ、非常に、まあ、前も話したけど生と死についていろいろと考えさせられるようなゲームだったと思います。で、果たしてじゃあ僕らのその今生きている現実の世界に関して霊体みたいな存在がいるのか、そして僕らの例えばご先祖様とか関わりがあった人たちっていうのが、まあ、霊体として利用してくれてるかどうかっていう、これはまあ現実的にはどうかっていう、まあ、その解釈してありがとうというのがいるっていう人もいればいないよっていう人もいるし、僕はどっちかっていうと後者になっちゃうんですけど、まあまあそんなのはいいとして、まあ、でもねやっぱりあの自分がこう生死を向き合っていくのには非常に勉強になるというか、考えさせられるそんなゲームだったんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみに最後なんか映像ちらっと映ってたのあれ多分ジョディが生きててかつゾーイが成長したっていうパートを描いてるのかな。だから2人でなんか立ち向かっていくっていう、あれ前回も見たっけあの映画のいなかった。だからなぜジョディ単体だったはずだったかな。でまあなんか最後のそのジョディがすごいいろいろと喋ってる霊体の姿で喋ってるシーンに関しては FF7 のなんかクライシスコアのシーンな感じがしたよね。やられた時あのボスガクトが声優やってるみたいな、ジェネシスだ。あ忘れちゃった、やばいな、もう出てこないんだもんね頭が。あまだあの20代のはずなのにちょっと軽く始まっちゃってるかもしれない、うん、まあそんなこんなでね、まあ、長いパートやると結構やっぱ喋り続けるとね大変ですわ、本当に喉がねやられる、うん、この普通のトーンで喋ってるにもかかわらずやっぱ喉がね結構やられたりするからね、うん、ね、まあまだまだね僕の YouTube のチャンネルねあの全然しょぼいからもっともっと伸ばしていきたいなっていうのはぶっちゃけすごい思ってるところなんで、もっともっと頑張っていきたいなっていうふうには思ってるんですが、ね、まあそんなこんなでね、ちょっとでもあのパート見てくれてる方に関しては本当にありがたい存在だなっていつも思いながらやっております。ということで、まあ、前回どうかっていうのはゲームそのものを話したんで、今回はね、あのちょっと次回作に関してお話をしようと思ってるんですけれども、まあ、次回作の話、まあ、前もちょっとしたか、もう結構な数来てます。30、40くらいかな、あの相談数っていうのが来てますんで、もう早々にゲームを始めていかないといけないというふうに思ってますんで、まあ、次回からあのバイオ RE3 をやりながら、人生お悩み相談に答えていくというのを、実況プレイみたいな感じでやっていこうと思ってます。で、まあ、サクサクやっていこうと思ってますんで、まあ、難易度はそんな高くないものをやりつつ、で、かつ、前回なんか、バイオビレッジでやったときは、なんか1パート2つとか3つとかくらいしかやんなくて、すごいかったるい感じで喋っちゃったんで、まあ、あの、回答が短いものに関してもスッ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 ってやっていこうかなと思ってます。で、その後の話なんですけど、今のところ予定ですよ。あくまで予定なんやけど、とりあえず、バイオ4から6までのゲームを、安かったんで、なんかオータムセールかなんかで安かったんで、その時に買っちゃったから、それをやりながら、またちょっとお悩み相談。まあ、あのね、バイオ4、5、6に関してはもう、あの、ありとあらゆるゲーム実況者の方々がプレイしてきてるんで、もう今更なんかストーリーをなんかね、解説するとか、普通にプレイするとかっていうのはもうやらないです。やらないで、あの、お悩み相談が多分30個も40個も来てるから、バイオ RE3 の中だけで消化しきれないんじゃないかと思ってます。っていうのも、バイオ RE3 ってバイオ2、RE2 と比べるとすっげえパートが短い。っていうかゲームの長さ自体があんまりないもんだから、うん、だからバイオ4、5、6をやりながら、徐々に消化をしていこうかなというふうに思ってます。ちなみにバイオ6はマジで長いんで、皆さんもねあのコメントとかそれからツイッターの方の DM とかにお悩みどんどんください。
僕のリアルの友達とかね、知り合いからどんどんこんなことやろうと思ってるんだっていうことを、なんかね、お伝えしたら、なんかこんなことし教えてとか喋ってとかっていうの、こんなこと悩んでんだっていうのバン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 来てて、ものすごい今数がどんどん積み重なっていってますんで、皆さんの方からもぜひコメント DM の方でいただけると非常に嬉しいかなというふうに思います。でバイオシックスがすごく長いんで、まあ、多分100個200個くらい、まあ、200個はいつか、まあ、100、150個くらいはバイオ RE3、4、5、6をやっていく上で、まあ、回答はできるかなと思います。でしかもバイオ4、5、6に関しては買ったばっかりなんで、そのゲーム、クリアデータじゃないから、もう一からやっていくことになるんで、まあ、結構大変だと思いますだからゲームの方も白熱しながら、しかも久々にやるし、スチームでやったことがないから、またね、コントローラーじゃなくて、キーボードとマウス操作でやっていこうと思ってるんで、結構大変になるかなと思ってますから、うん。だからそこをちょっと四苦八苦しながら、でも、きちんと人生のお悩み相談っていうところに回答する、そんなね、白熱した、YouTube 撮っていきたいと思って、動画撮っていきたいと思ってますんで、ぜひ、次回作以降もご期待ください。というところで、なんかドーキンスの説得と死後の世界っていうの両方がやりましたね。インフラワールドをさまよってる、うん、ゾイに会いに行ったとか、だからプレイしてないルートの中になんかゾイに会いに行くとかっていうのもあるっぽいんで、それをやったとしたら多分なんだろう、ゾイと一緒にその霊体と戦うっていうエンディングを迎えることができるんじゃなかろうかというふうに思っております。ということで、次回パートの方のね、お話もさせていただきましたんで、今回、ビヨンドは、これにて実況終了ということで、終わっていきたいと思います。もしね、気になる方ですね、他のエンディングを見てみたいとか、他のルートを見てみたいという方がいらっしゃったとしたら、ぜひ、ご自身で買ってみてやってください。はい。ということでね、本日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。